チャオ小昼巻です、ただいま試合終わりましたが、アルゴさん見事 KO 勝利しました。おめでとうございます。ありがとうございます。1ラウンドですよ、1ラウンド。本当になかなかな、勝利だったとは思いますので、ぜひね、僕の KO 勝利、動画で見ていただきたいので、ぜひご覧ください。スーパーポジティブモンスターアリコータケメス、ラウンド1、緊張で緊張で苦しかったんですが、相手選手に相当舐められてどうしてやろうかと思ったんですが、でも彼も彼なりのパフォーマンスでこの大会を盛り上げようとしたと思うんです。なので僕も思いっきりぶつかって思いっきり倒そうと思った結果こうなりました。で、僕には伝えたい思いがあって40からサッカー選手になって44で初めてリングデビューです。伝えたい思いがあります。何か勇気を出せる人、何か一歩困ってる人、一歩踏み出そうと、何事にも始めるよそういうことはないので、一歩踏み出したら何か変わると思います。そんなチャンスをくれたライツに感謝をします。そしてこのリングに感謝して対戦相手のアルゼンチンも感謝しますし、ここに来てくれた方、コロナの苦しい中で来てくれた方に心から感謝をします。本当にありがとうございます。すみません、最後にアビコといえばっていうのがあるので一緒にやっていただけないでしょうか。3、2、1、バモっていうのがあるので、バモはポルトガル語で行くぞみたいな意味なんで、ぜひ皆さん右手を、手のひらを高く突き上げてください。右手を上げて、で僕は3、2、1っていうんで、バモで握りしめて胸にしまってください。これは自分の汗の何かを掴んでください。何でもいいです、何か掴めるもの、自分なりの挑戦でもいいので、ぜひ掴んでバモで胸にしまってください。それでは行きます。右手を上げて手のひらを大きくいきますよ。3、2、1、バモー、胸にしまってください。ありがとうございます。今緊急で試合終わりました。アルゴさんどうでした？いやー、もう良かったです。勝てて本当に嬉しいです。もうありがとうございます。ありがとうございました。持ってる、ありがとうございます。良かったですね、はい、どうでしたか小木さん？やっぱね、ファイトクラブがライズで初めてやる大会で、でアビコさんがやっぱりね、試合がこうある中で一番食わなきゃなんないなって僕思ったんですね。やっぱりそれはプロの選手皆さんやっぱレベル高い、技術も上なんで、でもそれをひっくり返す入場から、あとは立ち振る舞い、もう佇まいですよね。であとは応援、そういった意味で全てをやっぱりプロとして、それが今回できたんじゃないかなと思って、もう応援してくれた皆さんもそうですし、この試合がねここにたどり着くまでいろんなことありましたが、ただ本人の努力が、そう結ばせたと思いますので、本当に良かったです。多くの人が感動していると思いますので、ぜひお疲れだとは思うんですが、メッセージをいただければと思います。いや、もう本当に特に会場に本当に多くの人が来てくれて、エグゼクティブファイトで戦った人、一緒に戦った人、対戦相手で、その仲間、とにかく会社の人も含めてみんなで来てくれたので、とにかくその応援団の声援を背中に僕は戦うことができて、こうやって勝利することができました。そしてやっぱり小昼巻さん、美香さん、京介選手、もう彼らとの一緒、ずっと一緒の練習がもう本当この勝利を身を結んだんで、次はもう一回ね、またこのプロのリングになって、やっぱりこの勇姿というか、この姿、さっき立ち振る舞いって言ってもらいましたけど、やっぱりそういう佇まいとかそういうのも含めて武士道だと思うので、そういう精神は日本人たるものこういうことだというのを見せていけたらいいなと思います。よろしくお願いします。エグゼクティブファイト第1号のプロ選手で、エグゼクティブファイトで、ね、3連勝して本当に強かったです。でもね、僕の YouTube 見てる人はね、
誰か知ってますか？北沢、北沢違うんだっつうのね、違うのよってね、本当に違いますよ、アビコですもう言わせないですよね、これで覚えていただきたいなと思いますので、今度の雷神 の生放送ももしかしたらアルコさんまた来てもらうそうですね、はい、その時またコメントをしっかりとお願いしますよ北沢じゃねっつって喋った喋ったとねぜひまた小石さんファンの皆さん、アビコですので、また小石さんと一緒に出れたらいいなと思いますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。